314ヤードパース4です。パース4です。つま先上がりです。上がってる？すごい上がってる。木の右を狙いつつ勝手に左に行ってくれることを。ベスポジ。ベスポジです。ナイスキック。左に。ちょっとね。でもお願い、お願い耐えて。おお、耐えた耐えた。あ、耐えた耐えた。ユキリンはいつも左端に、ユキリンのターゲット方向はカート道。こんぐらいっすよね。そう。よいしょ。まっすぐじゃん、ユキリン。素晴らしい。自分で。でもやっぱ連続でやってるからさ、あ、まあ、確かに慣れてきてるのもあるからね。バンカー方向にしたけど185。ゆきりナイス。4番ウッドね。苦手な4番ウッドなんです。打ってみる。ナイスショー。ちょっとなんか負けた感じする。登らない。まあまあまあ3-4で、3-4でね。ユッコの4打目です。ちょっとアメリカのラフっぽいです、うん、そんな下ってないのかな、うん、おお、オッケー。惜しかった。ナイスパー。ボギー。ナイスボギー。今さ、弾かなかったら 入ってました。それのせいだね。それがくっついてる。強め。で。お？いい感じ。おお、すげえ。すげえ。オッケー、ナイスパー。まさかのハイちゃん系だったね今。恐ろしい。これよく戻ってくんだよね、ここまで。戻っていけない。止まった、うん、私はバンカー狙いです。左の木をスレスレに行くような感じで。いいじゃない。ナイショー。上達。すごいじゃん、ナイショー。全然バンカーじゃない、これはベアグラウンドみたいなバンカー。
ね、多分50ヤードぐらいなんで、52で打とうかな。52で打ちます。はい、前半終わりました。9ホール、お疲れ様です。私は2オーバー38です。すごい、ナイス、ありがとうございます。リュッコは48、ちょっと叩いてるな、ちょっと叩いてますね、うん、ユキリなんと49。おー、アプローチのドライバーめっちゃいい、うん、ね、いい、いい、近年まれ見る、うん、まれに見る、うん、練習とラウンドの成果が確かに、ね、出てきてるね、うん、はい、うん、じゃあ引き続き後半も9ホールやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。362ヤードパー4です。これは木の左を狙っていこうかな。うまいな。ベスポジ、だけどベスポジ、ね、でも思ったより距離あったわ。それで言うと362だから OK。 お願いします、お願いします。ゆっくり、おー、あー、カート道に跳ねる、打ち上げ、カート跳ねろ、ああ、あー、止まった、あ、惜しい、でも惜しいですね、ナイショ、ちょっと私には難しい距離。ナイス、ベスポジに行きました。いいですね。105ヤードぐらい、5番ユーティリティです。やば、うわー、もうちょっと、カープ、止まった、止まった、止まった、ダボ？はい、あ、ちょっと待って、ダボ、これ入れてボギーです。うん、あっち、ちょっとフックした。私右出した、左出したかな今。ね、これってさ、あ、ごめんごめん、当たったらさ、やっぱ入んないのかな。うん、多分ガンって当たっちゃうんだと思う。いや、もうゆっこさん入ってたんですよ。こうやって、待ってね、ガンってやったね。あー、入んない、
なるほど、この太くなってるから。そっか、これだったら入ると思う。チップインが、なるほどね、チップインができないかもね。なるほど。434ヤードのパー5。はい、フォローです。そうですね、はい、私の髪がこっち向いてる。大丈夫、私のポニーテールが左に吹いてるんで。ポニーテール、グリーンテール。あー、今突っ込んだけど、もういいよ。お願いしたい、見ならないです。大丈夫、抜けた、抜けた。これ左から右に傾斜してんで、なるべくフェアウェイ左目のが。危ない。ベースポジ、ベースポジ。あ、左奥だから見えない。107、80打って大丈夫だよ。むずいね、ちょっと。なんか、5番ウッドです。うまい。あ、でもちょっとこれ、これは当たっちゃうね。あれ、バンカーだから。木に当たった？うん、木に当たったね。木に当たって、バンカーだから。危ない、セーフ。危ねえ。ピンが100オフで108ありました。9番でもなんか怖いんだよな。いや、多分止まっちゃうから大丈夫だよ。止まるか。止まっちゃう。でも次に行きます。あー、柔らかいな。これだとどう？もっといって。あー、やっぱ止まった。でも怖くて打てない。そう、どうせ入んないから。いやいやいや、